ち気づいてくれないよ。どうもこんばんは、宇野です。ということで今回はささやき声でゲーム実況していきたいと思います。パチ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 。今回は集まれ動物の森で釣りをひたすらしていく動画です。ではスタート。寒いですね最近。島が本当に初期の初期なのでまだ全然ないんですよね。でパート1のアーカイブを見てもらったら分かるんですけど、まだ最初の5000マイルを返済したところなので、お金集めをしてます。今配信の下準備今してる感じですね。釣り竿が壊れちゃった。でまだ家もまだテントだから収納がなくてちょっと困ってます。ちょっと売ってきますね。昔も買ってやったんですけど、動画が出てると思うんですけど、昔あの直撮りのやつね、あの時は全然進めずに終わっちゃって、今回はみんなと一緒に配信でこの島のストーリーをどんどん進めていくっていうのをやってるので、よかったらゲームチャンネルの生配信にも来てみてください。あ、このね服もまだね全然変わってないんだけど、これは雑草で作りました。藁の服だって。これあとこの雪だるまね、バランスが悪いって言って怒られました。釣りをするんだったね。釣りをしていきましょう。あ、広場に置けないって。まだね博物館もできてないので、博物館の予定地の前に寄贈する予定の魚とかをたくさんね置いてるんですよ。だから大変なことになってる。この動画が上がる頃にはゲーム実況チャンネルの方でもう博物館ができてると思うので、よかったらそっちを見てみて。見てこれやばくない？これ寄贈待ちの魚たちなんだけど、めっちゃ犬、これ竜宮の使いも釣れましたこの間。ということで今が2月なので3月までに釣っておかないといけないね。魚がたくさんいるのでそれを釣っていきましょう。これでかいねブラックバスかな。でもこれは
です。素材集めをしてて、持ち物がいっぱいだからここに置いてるんだけど、とりあえずね、ほら、あと見て、配信でさ、進めたいからさ、家建てずにいたら、他の二人が家建てたんですよね。だからさ、この二人めっちゃ家じゃん。俺だけこれなのよ。やばくない？島民代表なんだけど俺。ちなみにこの島の名前はモンブラン島です。モンブランが好きなのでモンブラン島にしました。島の名前とかもね、みんな配信でみんなでコメントしてもらって決めました。あ、間違えました。ミスった。ガチミスった。これ多いんだよな俺。あ、でかいよこれ。これ でかいけどスズキかな。とりあえず目標はお金をたくさん稼ぐことと、まだ釣ったことない魚を釣ることですね。なんかここら辺にね、よく大物がいるんだけど逃しちゃうんだよな、いつも。みんなは得意ですか、釣り。捨てるもんないじゃん。どうしよう。もう雪の消し、あ、とりあえず雪の消しよう。あ、やばいやばいやばい。どうしたらいいのこれ。終わり。終わったじゃん。まあ、いっか、これ捕まえたことあるから逃がそう。持ち物整理しないといけないな。このさ、赤いアネモネの球根。どうしたらいいのかわかんない。
ですよ、僕の今の部屋。やばくないこれ。これ置いとく、これ犯されんの、これ犯されるの、これもいらないもんね、ゴミ置き場みたいになっちゃうけど。
難しいよねこれ本当に。ちょんちょんぽちゃん、おカレーです。カレーね食べたら美味しいんだけどね。なんか大物がいないですね。
ますか。ヒレが出てるやついないよね。この時期はいないのかな。ここもいないしな。この池でさ、出るでっかいやつって大体コイなんだけどさ、コイ以外にいんのかな、レアなやつって。これ間違えて売らないようにしないと。全部寄贈待ちです。大変じゃない。スズキがでかい。ごめん、声出ちゃった。まだ釣ってるよ。バーバロはね、なんか釣りが好きで、釣りが好きか知らないけど、ずっと釣りしてますね。見るたびに。来た。
全然ないなと思ったら小物や、全然大物じゃなかった。最悪。なんかね、毎回あそこにいるでっかいやつはチョウザメが釣れることが多かったんですけど、ブラックバスも釣れるんですね。最悪。これ濃いでしょ、どうせ。